とある日曜日、東京練馬区のグラウンドで試合を行う少年野球チーム、練馬アークスジュニアベースボールクラブ。現在入団希望が絶えず募集を停止しているそうです。そこにはこんなわけが。で、親の、ね、手伝いなしだったりとか、自分の好きな時に来れて見れてっていうのはすごくいいと思います。そう、このチーム、保護者の業務負担ゼロを打ち出しているんです。あ、ごめん、失礼。試合前、子どもたちの練習の裏で監督、コーチがグラウンド整備。監督とかコーチの皆さんが、あ、はいはい、まあこれ、まあそうですね、その分コーチはちゃんと謝礼ちゃんと出てるので、もうその分は多分、あ、すいませんみたいな感じは多分ないと思うんで。2021年にチームを立ち上げた中桐悟さん。保護者の負担ゼロは発足時から掲げる理念の一つです。保護者さんの負担をもういろいろな業務負担、通常のチームだといろいろあると思うんですけども、そこを完全にゼロに持っていくっていうことを大きな軸としてやっていますね。ここ数年、学童野球の競技人口が激減するなど深刻化している子どもの野球離れ。背景の一つに保護者の負担の重さが挙げられています。試合会場への子どもの送迎や練習の付き添い、さらには監督、コーチ陣へのお茶出しなど差はあるものの、こうした業務を保護者が半ばボランティアのような形で請け負っているチームも。そんな中、父母会の設置やサポートを求めることは各チームの任意とします。ただし、各家庭の事情を考慮し、強制や同調圧力のようなことが起こらないように配慮してください。2023年6月、全日本軟式野球連盟はこうした状況を受け、学童チームへの保護者参加に関する通知を出しました。各家庭の事情を考慮し、伝統にとらわれず時代の変化に応じたチーム運営の見直しなどを求めました。今や多様な価値観があって、で、親も共働きが普通ってなってる中で、やっぱり野球だけとかスポーツだけに労力を注ぐっても難しくなってると思うので、保護者の負担だけで成り立つ時代はもう終わったと思います。保護者の負担に依存しない新しい価値観の野球チーム。1月の休日、練習にお邪魔しました。私もよろしくお願いします。練習は土日祝日のうち週1回、それも4時間まで。これは家族との時間も大事にしてほしいという理由から。あ、午後予定あり、 OK、 12時までで、はい、すみません。早退も自由です。分からん。この日はレベルに応じ3班に分かれて練習を行っていました。皆さん好きな選手とかいますか？野球選手。大谷選手です。大谷選手です。大谷選手が憧れるのはやめましょうって言ってました。はい、行こう。おい、誰？コーチの指導のもと練習に打ち込む子どもたち。このチームではコーチやトレーナーといったスタッフはすべて外部に謝礼を支払い委託。
練習の手伝いやお茶当番など保護者が何かをしなければいけないということは一切ありません。お水を親が用意するっていうのは別にみんな水筒持ってくればいいわけで、でもうお茶当番とかって必要ないので、そんなすぐに外しました。4時間の練習だったら十分水筒で足りるので。月謝は7300円と一般的なチームと比べやや高め。集まったお金はチーム運営の効率化に充てられているそうです。決まりとしてコーチが怒声、罵声を浴びせることは禁止。結果は二の次。まずは野球を好きになってもらうことから。その一方で子供たちはめちゃくちゃ野球上手くなっていて、こっちがびっくりしています。野球漬けにさせてないので余白を残してるんですよね。なので例えば土曜の午後に4時間練習したら日曜日の朝からお父さんキャッチボールしようよつって家でやるとか、まあ別にお家の方が忙しかったらちょっとバット振ってくるわつって自分で自主練したりとかですね。子供を預ける保護者は昔、まあ、私も少年野球はやってたんですけど、まあ、その親が送り迎えで他の子のやっぱり面倒を見たりとか、こう一日通して練習するっていうのがないので、まあ、お弁当を作ったりとかっていうまあ負担もないですし、まあ、そういったところはすごく非常に助かってるかなと。逆にこう何もやらなさすぎて逆にこうこっちが声をかけたくなってしまうなっていうのはたまにちょっと感じはしますね。よっ保護者の負担に頼らず社会全体で支えていくことがこれからの学童スポーツには求められると話す中桐さん。このチームが一つのモデルになればと話します。やっぱり社会のいろんなプレイヤーでシェアしていくっていうことをしないと持続しなくなっちゃってるなっていうのはすごく思いますね。いろんなところに同じような取り組みが起こってくれるとこう全体に広がっていっていいんじゃないかなと思ってまして、その一つの事例になるんじゃないかなと思ってますね。ではスポーツの保護者負担について考えていきます。こちらは笹川スポーツ財団による小学生のスポーツ活動における保護者の関与や負担感についての調査結果です。何を負担だと思いますかというアンケートでは指導者や保護者の送迎をする 66.7%、練習や大会などで指導者保護者の食事や飲み物を用意するが 64.4%、 大会などで保護者や関係者が観戦する場所を確保する 62.0% となりました。他に具体的な意見としては他人の家の子どもの送迎などについては万が一事故などがあった場合に責任を取れないから絶対にやりたくないですとか、コーチの弁当を用意する際に質素なお弁当だとレギュラーから外されるのではと心配して豪華なお弁当を用意する保護者がいて揉めたこともあるそうで呆れたなどの声がありました。そして保護者負担大きいんですが特に母親に偏るという現状があるみたいですね。母親と父親の差はこれくらいあったということで、ユニフォームや練習着の洗濯、子どもの送迎なのでもしやはり母親に負担が偏っているという現状がありました。ではこのスポーツの保護者負担の現状どう見ますか。はい、先ほどの野球チームありましたけれども、はい、非常に柔軟で現代的だなと思います。ですしむしろこの野球チーム、野球をしたい子どもたちが続けられるようにするためにこそ必要な仕組みなんじゃないかなと思いました、はい、そうですね、うん、だからちょっとやらせてあげたいんだけど、うん、これほど負担が大きいとできないなって思ってる方は多分いますもんね、多く、うん、めちゃめちゃいます、実は、はい、あ、そうなんですね、私、はい、の周り の, お母さんたちもですね、うん、特に働いてるお母さんってやっぱ土日にすごく家事をやらなきゃ、お父さんもですけどね、やらなきゃいけないことたくさんあるわけですよ。でその時にじゃあほぼ一日中 の, 試合に付き添うとか練習もずっと見てなきゃいけないっていうのがどうしてもその時間が足りないとか体の負担も大きいってなった時に、はい、子供にちょっとじゃあ別のスポーツじゃダメなのとかだったら水泳にするとか提案しているケースはものすごくあります。これは本当にその通りだなと。私弟が野球をやっていて小学校の時から、うんうん、で父親がコーチで、まあ、母親が付き添うっていうパターンだったんですけど、うんうん、もうね
母親の献身と犠牲の上に成り立っていたんですよ、まさに、うんうん、ですごく不思議なんですけど、やっぱ、うん、あの毎週土日、朝から晩その練習してる間は母親がやっぱこう付き添うんですよね、はい、で、うん、あの塾とかって親行かないじゃないですか、はい、他の誰方行かないんですけど、か朝から晩まで付き添って、うん、であの両方ともいないので、うん、あのやっぱ私とかは家に置いておけないので、うん、まあ、その練習してる学校に連れて行かれると、うん、でも本当やることなくて暇で、うん、外もそんなに好きじゃないと、でやっぱこう家族全体を巻き込むで野球を中心に今回っていたなっていう感じがあって、私は中学受験をすることで離脱できたんですけど、そうなんですよ、だから、ね、あの結構その自分と関係ない行事とかにも巻き込まれるっていうのが、うん、まあ、どうしてもこの野球チームって大きいなって、うんうん、他の習い事に比べて大きいなっていうのを感じると、あの弟すごく頑張ってましたし仲も良くって、うんうん、弟自体は もちろん悪くないんですけれども、うんうん、まあ、自分が子供を産んでやらせたいかって言われたら、ちょっとやらせたくないなっていうもう印象になっちゃっているんですよね。あのままだったらってことですね。そうです、そうです、運営があのままだったらやらせたくなくって、うん、で少子化の中今野球人口も減っていると、うん、で、まあ、でも、まあ、古くからの伝統を守ってやっていくんだっていうチームがあってもいいと思うんですけど、まあ、もうそれはそれでもいいと思うけども、やっぱそれだったらやっぱりこう維持に人口は維持できないなっていうのを覚悟しなきゃいけないかなと思いました ね、うんうん、ね、いや本当にね、うん、親御さんの負担って大変なんですよね、うんうん、やっぱりそこ、時代背景がかなり変わってるっていうところは、うん、はい、あの見なきゃいけないなと思うんです、うん、あのきっとその柴田さんのお父様があのコーチされてた時 あのお子さんたちの時代と、うん、もう少しもしかしたらその10年ぐらい前であったりと、あと2024年の今ってやっぱりその専業主婦家庭がものすごくあの変化してるんで す、 そうです、ね、激減してますね、はい、で90年代にこう共働き家庭の方があの専業主婦家庭よりも多くなって、今はまあ7割があの共働き、3割が専業主婦家庭となった時に、その献身的な一日中家族がそこにあの向かう、特に専業主婦のお母さん の労働をフルコミット、はい、フルコミットを前提とした運営っていうのはもう成り立たないっていうのも事実ありますし、あとそのいやいやいや、うちの子供は本当に大谷翔平を目指すんだって思って、本人もすごくそう熱心にやってる子がすごくスーパーリーグみたいなところにあの行ってやるっていうのも、それはそれであり、あのいわゆる地元の強豪チームみたいなところですね。そうです、そうです、うん、なのでそこってやっぱり選べるってことがやっぱり求められてるなと思います、うん、このちょっとこう野球をやらせてあげたいなのハードルが高すぎたかもしれませんね、うん、そうですね。と一方で、うん、あの VTR にありますこの金銭的にはちょっとこう負担が上がってしまうという点についてはどう見ますか、うんうん、はい、ここって一見やっぱり7500円、うん、安くはないですよね。ただちょっとこの直前にも少しお話ししてましたけど、うん、その時間を使って、つまりあの7000円台 の、 あ の、 シャレあの費用を払ったことによって、まずそこの野球チームつきっきりにならなくていいと、うん、そしたら別のことができるわけです ね、 ですね。もしかしてその親御さんがあの仕事に出ることができたりとか、あとあの普段できなかった家のことができたりするのであれば、あの時間がやっぱりそこでちゃんとあの使えるという意味において、うん、決してあの高すぎない、うんうん、どっちを取るかですよね。全然もうフルコミットして本当にもう、うんうん、あのサポートしてあげたいって親御さんがいてもいいですし、うん、ちょっとやっぱりこう時間を確保しつつやりたいなっていう方がいてもいいですね。そうですね、うん、こうボランティアで何か関わるから運営費はやっぱり安くしてほしいっていう方もいると思いますし、あのやっぱり時間他のことに使わざるを得ないから少しあのやっぱり謝礼をお支払いするので、あの子供につきっきりで土日は無理です、うん、でもやっぱりどっちも野球をできるっていうのが大事だと思います。そうですね、うん、いや本当にね、親御さんの負担が、ね、ありすぎるとやっぱどうしても人が減っていってしまうんじゃないのかなっていうのは個人的には感じました、ね、そうですね、はい、さっきのデータにもありましたけど、うん、特にお母さんの負担っていうのが日本の場合根強いですね。そうですね、うん、最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。